まあ、今年ですね、まあ、テルンガヌーの、まあ、また自治体のですね、チームでやることになったんですけれども、まあ、今マレーシア人が9名で、日本人2名、マレーシア人1名で、シンガポール人も1人入ってくるんですが、まあ、そういう形で、まあ、韓国の選手も1人もいまして、また国際色豊かなんですけど、今度はマレーシア中心ということ でマレーシアの選手もすごいキャパシティが高いのは、そのスプリント力がすごいあるんですよね。で、まあ、すごい身体能力もかなりあるんで、あとはしっかりそうですね、まあ、このランカウェイで多分お見せできるとは思うんですけど、すごい可能性はありますよね、はい、とにかく明るいし、まあ、去年の、まあ、韓国のチームと比べていいことは、まあ、言葉がね、マレーシアの英語がかなり、使えるんで、そういう点ではすごいこうやりやすい、コミュニケーション取りやすいですね、はい。まあ、僕もツールドランカウェイを2002年からですね、まあ、ほぼ毎年走ってまして、でやっぱりすごいこう、そのアジアの構想を始めようと思ったことが、まあ、マレーシアでステージ賞したときに、そのマレーシアの人が、まあ、同じアジア人が、ね、勝って嬉しいって言って、いつもヨーロッパ人ばっかりだから、そのアジア人が勝ってきて嬉しいって言ってくれたのがすごいきっかけで、すごいそういう感じでこう僕たちを見てくれてるんだな。僕たち日本代表して走ってるんですけど、その日本代表というかアジア人を代表して走ったのと気づかせてくれたのがこのレースだったんですよね。なんでそういう意味で、まあ、またこのマレーシアの地でね、走れるというのは本当に、はい、まあ、こういう風に、ね、なるとはあんまり思ってなかったんですけれども、また面白い展開じゃないかなと、はい、思ってます。マレーシアの選手はね、今ちょっとマレー語で何て言うか忘れちゃったんですけど、カメ仙人って呼んでるんですよ、僕のこと。ドラゴンボールに出てくる、はい、はいはい、なんかなんつってたかな、タートルなんだかな、なんですけど、はい、でちょうどテルンガヌーもそのここマークがここにあるかな、ここにあるんですけど、カメのウミガメがすごいたくさん来るらしくて、そのウミガメのマークなんですよね。なんでそういう風なところで、ちょっとね、まあ、亀仙人と呼ばれてるんですが、まあ、チームの中では選手はもう本当に慕ってくれてて、もう僕子供の頃、彼らまだ20歳ぐらいなんですけど、まあ、彼らが10歳前後の頃に、まあ、僕とかコージが結構活躍してた頃なんですよね。逃げてランカウェイで逃げてる姿を見てた頃なんで、すごいこうなんですかね、まあ、親近感持ってくれてまして、で、まあ、そういうところでもすごいやりやすいですし、まあ、本当で、まあ、そうですね、まあ、チームの中ではキャプテンということでまた、はい、やってるんですが、またマレーシアとの関係をまたさらにですね強くして、来年またさらにね続けていきたいですよね、はい。いや、もちろんもうね、ステージ優勝、アノアマナーのですねステージ優勝が一番のまず目標なんですけど、それをしながらやっぱり僕はできることはね、もっと逃げたりアタックして、それでレースをどんどん盛り上げるだけじゃなくて、やっぱりその結果としてステージ優勝して、であと自分、ね、マレーシアの選手にもっと自信持ってね、攻撃できるような、若い選手なんでやっぱりすごい緊張してるんでね、その緊張を、まあ、なんですか、やったるでっていうような、ね、雰囲気に持っていくようにするのが、まあ、自分の仕事かなと思ってますし、かなり、まあ、チームは思ったより強いです、はい、なんですごい期待できると思いますね、はい。そうですね、やっぱり、まあ、もちろん初日とかすごい重要ですけど、まず最初にやっぱりマナーがねしっかりステージ取れるかどうかですよね。ステージ第1ステージ明日からもですね、もう彼はもう狙ってきますので、そこでステージ取ったらまたリーダージャージを守るための走りになりますし、あとはその山岳、山を終えた後ですね、山を終えた時点で総合でどういう位置に僕がつけられるかにもよるんですけれども、まあ、そこで、ね、総合遅れていたらまた総合の、まあ、ステージ狙ってどんどん逃げが許されるでしょうし、あとは総合絡んでいたらまたその総合を、ね、また守る走りになると思うんですけれども、まあ、どっちにしても本当はそうですね、まあ、積極的にね、はい、またもうこの存在感をテルンガヌーの、ね、存在感をアピールしていきたいと思いますけど、いやもう楽しいですよ、はい、もう本当にね、ユキヤともね、一回逃げたいねってね、話してますし、まあ、なんですかね、いや、本当に
やりやすいですよね、やりやすいですし、まあ、やっぱりね、今まで一緒に走った選手なんで、ある程度手の内も分かりますね、お互い様ですけどね。なんで、まあ、でも協力して、やっていきますね。はい。